随分賑やかですね。金曜日の晩ですからね。ああ、明日休みの人が多いんですね。小川さん、あそこに緑の窓口って書いてありますね。あれはどういう意味ですか？あれは指定席券とか新幹線の切符とかを売っているところです。指定席券。ああ、そうですか。あれは何て読むんですか？お忘れ物取り。ああ、あれはお忘れ物取扱所。忘れ物をしたらあそこへ行けばいいんですね。うん。時差通勤にというのは通勤時間を短くしましょうっていうことですか？いいえ、そうじゃなくてみんな違う時間に会社に行きましょうっていうことです。ああ、ラッシュがすごいからですね。ええ、そうです。リーさんの国でもそうですか？ええ、同じです。毎度ご利用くださいましてありがとうございます。当駅では朝7時から9時30分まで、夕方5時から7時まで禁煙タイムを実施しております。この時間内のタバコはご遠慮ください。禁煙なんて言っているんですか？禁煙タイム、禁煙時間のことです。ああ、タイム。どこの駅も禁煙タイムは同じなんですか？いいえ、駅によって違います。一日中禁煙の駅もありますよ。ああ、それはいいですね。だんだん禁煙の場所が増えています。おはようございます。東京コンピューターでございます。中国の研修生のリーですが、技術部の伊藤さんをお願いします。はい、少々お待ちください。もしもし、お電話代わりました、伊藤です。あ、伊藤さんですか？おはようございます、リーです。ああ、リーさん、どうしましたか？実は今新宿駅にいるんですが、電車の事故があって30分ほど遅れそうなんです。そうですか、わかりました。すみませんが、よろしくお願いします。
もしもし、井上さんのお宅でしょうか。はい、そうです。中国の研修生のリーと申しますが、井上さんはいらっしゃいますか。あいにくまだ帰っておりませんが。あ、そうですか。じゃあすみませんが、今度の木曜日に修了式で東京へ行くと伝えていただきたいんですが。わかりました。今度の木曜日に修了式で東京へいらっしゃるということですね。はい。主人が帰りましたらそのように伝えておきます。じゃあよろしくお願いいたします。失礼します。失礼します。304号室のリーです。ちょっとお願いがあるんですが。はい、何でしょうか。天井の蛍光灯が1本切れちゃったんです。取り替えてほしいんですが。今ですか。すいません、今ちょっと手が離せないんですが、30分ぐらい後でも構いませんか。はい、構いません。じゃあよろしくお願いします。キムさん、今お忙しいでしょうか。いえ、何でしょうか。あの、実は今度韓国に転勤することになったんです。え、そうなんですか。ソウルですか。ええ。それでちょっとお願いがあるんですが。はい、私にできることでしたら何でも。私、学生時代にちょっと韓国語を勉強したんですが、ずっと使ってないものですから、もうすっかり忘れてしまって。それでキムさんの都合のいい時でいいんですが。ちょっと韓国語を教えていただけないでしょうか。え、私が教えるんですか。ちょっと自信がないですね。いえ、ただ一緒に韓国語でおしゃべりをするだけでいいんですよ。ああ、そうですか。それなら私にもできそうです。あ、やっていただけます。ええ、喜んで。ああ、よかった、ありがとうございます。伊藤さん、一つお願いがあるんですが。何ですか。マーさんに聞いたんですが、来週の水曜と木曜に名古屋の産業会館でパソコンフェアがあるそうですね。ああ、あれね、僕のところにも案内状とパンフレットが来てるよ。あの、できればぜひ行かせていただきたいんですが、今作っているコンピューターソフトにも役に立つと思いますので。パソコンフェアね。うん、構わないよ。ぜひ行ってきなさい。どうもありがとうございます。伊藤さん、今よろしいでしょうか。あ、マーさん、どうしたの。今朝からずっと頭が痛くて。
すみませんが、早退させていただけないでしょうか。そう、風邪かな。この頃寒くなってきたからね。ええ、ちょっと寒気もするんです。それはいかんな。じゃあ今日は無理しないでゆっくり休みなさい。どうもすみません。それでは失礼します。ひどくなるようだったらすぐ病院へ行った方がいいよ。はい、そうします。リーさん、確かサッカー好きだったよね。ええ、大好きです。実は J リーグの切符が2枚あるんだけど、一緒にどうかなと思って。 J リーグですか。わあ、嬉しいな。今週の土曜日の午後なんだけど、空いてる？土曜日の午後ですね。はい、大丈夫です。何時からですか？2時半から国立競技場で。行ったことある？いえ、ありません。じゃあどうしようかな。どこかで待ち合わせしようか。ええ。じゃあ1時半に千駄ヶ谷駅で会おうか。千駄ヶ谷駅ですね。うん、南口の改札で。わかりました。じゃあ土曜日楽しみにしています。小川さん、これから食事でも一緒にどうですか？いいね、行きましょう。行こうか。すみませんが、私はこれで失礼させていただきます。え、帰るの？最近ちょっと飲みすぎなんで。まあそんなこと言わないで。いえ、本当にちょっと体の調子が良くないんです。そう。また次の機会にお願いします。そうか。じゃあお疲れ様。どうもすみません。じゃあお先に失礼します。ごめんください。あ、リーさんいらっしゃい。どうぞ上がってください。はい、お邪魔します。はじめまして、中国のリーと申します。
会社ではいつも伊藤さんにお世話になっております。はじめまして。お名前はよく伺っております。今日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。いいえ、私たちもDさんがいらっしゃるのを楽しみにしていたんですよ。これつまらないものですがどうぞ。まあご丁寧に。どうもすみません。さあ何もございませんがどうぞ召し上がってください。はい、じゃあ遠慮なくいただきます。どうぞ足を崩してお楽にしてください。はい、どうも。Dさんは中国のどちらに住んでいらっしゃいますか？上海です。でも生まれたのは上海から5時間ぐらいの小さな町です。そうですか。で、いつ上海に移られたんですか？18歳の時です。上海の大学に入って卒業した後もずっと上海に住んでいます。上海ってテレビで見たんですけど随分活気のある町ですね。ええ、最近新しいビルや店がどんどんできています。3年前に一度上海に行ったことがあるんだけど通りや地区によって街の印象がガラリと違うので驚いたよ。ええ、旧市街に行くと古い建物もかなり残っていますね。うん、あの辺は独特の雰囲気があっていいね。そうですね。上海は人口も年々増えてるって聞いたけど。ええ、今は東京と大体同じで1300万人くらいです。私みたいに大都会に出てくる人が多いんですよ。ああ、そうですか。李さん、ビールもう少しいかがですか？え、もう十分いただきました。あ、もうこんな時間ですね。そろそろ失礼します。明日は休みだからもう少しゆっくりしていったら。でももう遅いですし。そうですか。じゃあぜひまた遊びに来てください。はい、ありがとうございます。今日はとても楽しかったです。お願いします。初心ですか？はい。じゃあこれに記入してください。はい。順番が来たらお名前をお呼びしますからそちらでお待ちください。中にお入りください。はい。
どうしましたか？左腕が痛いんです。テニスをしてた時転んじゃって。いつですか？2日前です。そのうち治るかと思って様子を見てたんですが、なかなか痛みが取れないんです。それにだんだん腫れてきたみたいで。じゃあちょっと見てみましょう。ああ、だいぶ腫れてますね。ここ痛いですか？はい、少し。じゃあ肘を曲げてみてください。痛い。痛みますか？はい、この辺がズキンとします。骨には異常ないと思いますが、念のためレントゲンを取りましょう。こちらへどうぞ。はい。骨には異常はありませんね。そうですか、よかった。軽い捻挫ですね。痛み止めの薬と湿布薬を出しておきましょう。 4、5 日しても治らない場合はまた来てください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。リーさん。今日は痛み止めの薬と湿布薬が出ています。この薬は食後に1カプセルずつ飲んでください。はい。それからこれは診察券です。次回からこれを受付にお出しください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。じゃあお大事に。いらっしゃいませ。何をお探しですか？ウォークマンを探してるんですが。ご予算はどのくらいですか？3万円くらいです。それからラジオがついているものがいいんですが。それでしたらこちらなんかお買い得ですよ。随分安くなっていますね。はい、ショーケースに展示してあったもので現品限りですからお安くしてあるんです。そうですか。通勤途中でラジオを聞きたいんですが、電車の中でもよく聞こえますか？それは心配ございません。今のは感度もいいし、どこでもよく聞こえますよ。じゃあこれください。ありがとうございます。保証期間は1年ですから、何かありましたらご連絡ください。はい、わかりました。これ昨日こちらで買ったカメラなんですけど、はあ、寮に帰ってからカタログをよく見ていたら新製品でもっといいのがあったんです。はい。それですぐこちらに電話して取り替えてほしいと話したら、領収書を持ってくるように言われたんです。あ、そうですか。すみませんが、これこのカタログのと取り替えていただけませんか？わかりました。でもちょっと高くなりますがよろしいですか？ええ、構いません。
ちょっと伺いますが、技術センターへ行く道を教えていただけませんか？技術センターですか？はい。そこの角を左へ曲がって少し行くと交差点があります。ええ。その交差点を渡って、そうですね、100メートルぐらい行ったところで道が2つに分かれますから、その右側の道を行ってください。右側ですね。ええ、その道は桜通りという商店街になっています。桜通りですね。はい、その商店街を抜けてしばらく行くと右側に技術センターが見えます。わかりました。どうもありがとうございました。すみません、ここからディズニーランドへ行くにはどう行ったらいいですか？あ、ディズニーランドへ行くの、いいね。マーさんは東京駅までは行けるよね？ええ、地下鉄で行けばいいんですね。ええ、そうで、東京駅で JR の京葉線に乗り換えて。京葉線？危ないですから、ええ、京葉線の舞浜っていう駅で降りるの。舞浜ですか？そう、東京駅からだいたい30分ぐらい、どの電車でも行けるから大丈夫よ。そうですか。舞浜駅からどう行くんですか？駅からはすぐよ、目の前に見えるし、人が大勢行くからついて行けばいいのよ。そうですか、わかりました。どうも。あ、そうそう、東京駅で京葉線に乗り換えるのがちょっと面倒よ。わかりにくいから駅で誰かに聞いた方がいいと思う。はい、どうもありがとうございました。すみません、京葉線の乗り場はどこでしょうか？京葉線ですか。あそこを南口の方に向かっていくと案内標識が見えますから、その通りに行ってください。南口ですね。はい、そうです。乗り場までは動く歩道と下りのエスカレーターが4つありますよ。そうですか、どうもありがとうございました。松本さん、このコンピューターはワープロとしても使えるんですか？ええ、やり方を説明しましょうか？はい、お願いします。まずスイッチを入れて、次にこれをクリックしてください。あ、メニューが出てきましたね。ええ、そうしたらこのワープロソフトというのを選んでください。はい、今度はキーボードをよく見てください。一つのキーにローマ字とひらがなが書いてありますね。ええ、どうしてですか？
ローマ字とひらがなのどちらでも入力できるんですよ。ああ、そうなんですか。じゃあ、ローマ字入力でひらがなのあを出したいときはどうするんですか？はじめにメニューでローマ字モードを選んでから A を押せばあが出ます。そうですか。じゃあ漢字を出すにはどうすればいいですか？このキーを押せば漢字にも変換できます。ああ、なるほど。じゃあちょっとやってみてください。はい。じゃあまず皮から始めましょう。ええ。ボウルに小麦粉と塩を入れて、お湯をこうやって少しずつ加えながら箸で混ぜます。じゃあちょっとやってみてください。こうね。ええ、手早くさっと混ぜてください。そうしないと塊ができますから。はい。それから手でよくこねてください。これくらいでいいかな。あ、それじゃあまだ足りませんね。耳たぶよりちょっと硬くなるまであと5、6分くらい。はい。さあ、そろそろいいですね。じゃあ次は表面が乾かないように濡れた布巾をかけて30分くらいそのままにしておきます。30分ね。はい、じゃあ次は具ですね。野菜を洗ってこんな風に細かく切ります。ああ、みじん切りね。ええ、この野菜をぎゅっと絞ってボウルの中でひき肉とよく混ぜ合わせます。その後は調味料で味付けします。じゃああとは皮に具を包んで茹でるだけね。ええ、今日は中国式の包み方を教えますよ。お願いします。そろそろ出ようか。あ、岡本さん、これは私が払います。あ、いいよ、僕がおごるから。でも小川さんにはいつもごちそうになってばかりいますし、今日は私に払わせてください。いいよ、今日は僕が誘ったんだから。そうですか、申し訳ありません。じゃあごちそうになります。どうもありがとうございます。
あ、もう1時5分前だね。そろそろ戻らないと。ああ、本当ですね。行きましょうか。今日は私が払います。え、いいよ、僕が払うよ。いや、たまには私に払わせてください。いつもご馳走になっていますから。そう、じゃあ悪いね。そろそろ行こうか。そうだね。すいません、お勘定お願いします。はい、ありがとうございます。ビール大瓶が3本で1200円、焼き鳥が2皿で500円。じゃあ割り勘にしよう。うん、そうだね。6720円になります。細かいのがないから僕が出しとくよ。1万円お預かりいたします。3280円の返しです。どうもごちそうさま。ありがとうございました。じゃあこれ僕の分、3360円。友達にやってもらったんです。日本の床屋は高くてとても行けません。3000円はするでしょ。床屋によって違うけど普通そのくらいはするね。中国はいくらぐらい？そうですね、上海では日本円で言うと300円ぐらいかな。じゃあ日本の10分の1。そうなりますね。映画なんか500円ぐらいで見られますよ。日本では2000円ぐらいだから中国の4倍だね。でも一番違うのは住宅じゃないですか。この間新聞広告で見たんですが、一戸建ての値段が8000万円って書いてありましたよ。そうなんだ。この辺は電車や車で街の中心にすぐ行けるから家も高いんだよ。そうですか。田村さん、日本のスーパーには輸入物がたくさんあるんですね。エビとか野菜とか。そうよ、リーさんの国からもいろいろ輸入してるでしょ。そうですね、 4,5 年前と比べても日本への輸出はぐんと増えたらしいですよ。へえ、そう。それに量だけじゃなくて以前と違って種類も増えてきてるようですよ。あ、そうそう、この間テレビで言ってたけど日本はこれからますます輸入に頼っていくようになるだろうって。そうかもしれませんね。
るかし今夜決めるぜ夜の続きを言ってやるぜいつかそこから I want you, I need you, I want you, yeah, 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 yeah ごめんください。はい、どなた様ですか？隣のアナンです。カラオケの音がちょっと大きいんですが、もう少し小さくしてもらえないでしょうか？あ、すみません。気がつかなくてすぐ小さくします。お願いします。すみませんでした。おはようございます。おはようございます。昨夜はどうもすみませんでした。いいえ。私は夢中になるとつい声が大きくなっちゃって本当にすみませんでした。いいえ。部屋から煙が出て大変だったんですよ。え？アイロンをつけっぱなしにしてたでしょ。中に入ってみたらアイロン台が焦げていてもうちょっとで火事になるところでしたよ。え？本当ですか？どうもすみませんでした。本当に気をつけてくださいよ。火事になったら大変ですからね。はい、これからは気をつけます。本当に申し訳ありませんでした。どうも遅れてしまって申し訳ありません。はあ、リーさん、どうしたの？みんな待ってるよ。すみません、ちょっと忘れ物に気がついて取りに戻ったものですから。そうか、でも電話ぐらいするもんだよ。はい、途中で電話しようと思ったんですがなかなか電話が見つからなくて。そう、わかった。じゃあみんな待ってるからすぐ行こう。資料揃ってるね？はい、揃ってます。このコートかっこいい。よく似合ってるね。そう？ありがとう。いい色ね。この色好きなんだ。軽そうだし。うん、軽くて着やすいんだ。高かったでしょう。うん、まあちょっとね、給料なくなっちゃった。小川さんおしゃれね。いや、それほどでも。
リーさんうまいね。いえ、とんでもありません。本当に上手だよ。プロの歌手よりうまいんじゃない？いや、そんな。いや、ほんとほんと。リーさん、中国でもいつもカラオケに行ってんの？いや、そんなに行ってませんよ。あ、そう。僕なんかいくら練習しても下手だから上手な人は羨ましいよ。いえ、伊藤さんにはかないませんよ。いやいや。さあ、次伊藤さん歌ってください。リーさんの後じゃ恥ずかしいけど、じゃあ一曲だけ。待ってました。マーさん、お国ではどういう仕事をしてるの？コンピューターのソフトウェアの仕事です。そう、具体的にはどんなことをするの？銀行のオンラインシステムの開発をしてます。難しそうね。それには何か資格が必要なの？私の会社では特に資格がなくてもできます。でも例えば情報処理技術者の資格を持っていればもっと有利なんですよ。そう。日本人は一つの会社にずっと勤めるって本で読みましたけど、伊藤さんもそうですか？一般的にはまだそうかもしれないけど、私の場合はちょっと違うんだ。いわゆる転職組なんだよ。ということは以前他の会社に勤めていたんですか？そう。リーさんは？私も伊藤さんと同じですよ。確かに一つの会社に長く勤めるってことは難しいですね。働きがいがあって、人間関係もうまくいって、給料が良くて、全て良ければ別ですが。リーさん、でもそんなとこってないでしょう。まあ滅多にないでしょうね。そういうわけで今の会社は3回目の職場なんです。で、今の職場には満足してる？ええ、まあいろいろありますけど、一応満足しています。それはよかったね。この辺は大きい家が多いね。うん、そうだね。ああ、そういえば小川さん、新しい家買ったんだって？うん。一戸建てだろ？ああ、でもうさぎ小屋だよ。そんな。間取りは？ 5LDK。 羨ましいな。庭も広いの？いや、猫の額みたいな庭だよ。まあ今まで住んでたとこはゴミゴミしてたけど、今度の家は郊外だから緑がたくさんあっていいよ。ああ、緑があると本当にホッとするよね。佐々木さんも一度遊びに来てよ。うん、そのうちぜひ。あれ、伊藤さん、ずいぶん早いですね。おはよう。もう1時間も前から来てるよ。え、そんなに早く？うん、ラッシュを避けて朝6時前に家を出てくるんだ。
6時なんでそんなに早く。すごいんだよ朝のラッシュって。もう死にそうなぐらい。会社に着くとクタクタだよ。それに1時間以上も座れないから足が棒みたいになっちゃうし。佐々木さんはどこに住んでるの？私はそこの蕎麦屋の裏です。え、なんだ目と鼻の先じゃないか。ええ、近いのはいいんですが前が広い道路ですからトラックなんかが通ると地震のように部屋が揺れて。でも通勤時間がゼロに近いのはいいな。だけど週末の晩は暴走族が走ってイライラしますよ。その点伊藤さんは郊外だからいいですよね。うん、周りはまだ自然がたくさんあるからね。でも週末はだいたい疲れて家でゴロゴロしてるよ。休みはそれが一番ですよ。すみません。はい、何か。この資料なんですけど漢字が多いのでほとんど読めなくて困っているんです。ああ、そうですか。漢字は難しいですからね。はい、それで前もって読んでおきたいのでできれば資料を作るときに振り仮名をつけてくださると助かるんですが。それはちょっと時間もないしね。じゃあどうしたらいいでしょうか。そうですね、毎日実習の前に私が資料をゆっくり読むからアナンさんが振り仮名をつけるというのはどうですか。ええ、助かります。じゃあよろしくお願いします。ちょっとご相談があるんですが。はい、何ですか。社員食堂のことなんですけど、食事の時にタバコを吸う人がいますよね。ええ。私タバコの煙がダメなんです。うん。それで食事中だけでも禁煙にしていただけないでしょうか。そうですね、確かに他の社員からもそういう意見が出てたな。隣でタバコを吸われると気分が悪くなるんですよね。でも食堂を全部禁煙にするのは難しいな。じゃあ例えば禁煙席を作っていただくとか。うん、そうだね。じゃあ次の課長会議にそのことを出してみましょう。ええ、ぜひお願いします。
アナンさん、富士登山のことを井上さんから聞いてきたよ。どうだった？新宿から高速バスで富士山の5合目まで行って、それから歩いて登るのが一番簡単じゃないかって。新宿からバスが出てるの？だったら便利だね。でもバスは交通渋滞に巻き込まれることがあるそうだよ。新幹線ならその心配はないけど、どうする？荷物もあるし乗り換えも面倒だからバスにしようよ。そうだね。じゃあバスにしよう。で、富士山までどれくらいかかるの？5合目まで高速バスで2時間半、それから頂上まで歩いて5、6時間だそうだ。2時間半足す6時間か。片道で8時間半もかかるんじゃん。日帰りは無理だね。うん、だから8合目で山小屋に泊まって朝早く登るのが一番いいって。日の出が見られるから。そう、じゃあそうしよう。富士山の日の出は素晴らしいって聞いたから楽しみだな。いらっしゃいませ。東北の方へ旅行に行きたいんですが。東北地方でございますね。いろいろなコースがございますよ。何名様ですか？大人2人です。ご予定はいつ頃でしょう？来月の10日から3日間なんですが。来月の10、11、12日まで2泊3日でございますね。はい、そうです。で、どんなところがよろしいですか？有名な観光地と温泉に行ってみたいんですが。そうですね。でしたら十和田湖遊覧と温泉ツアーというのがございます。パックツアーになっておりますから、うんと割安ですよ。こちらのパンフレットをご覧ください。良さそうですね。で、費用の方は全部でいくらぐらいになりますか？はい、新幹線とバスの交通費とそれに宿泊費など入れてお一人様4万9000円になりますが。そうですか、じゃあこれでお願いします。どうもありがとうございます。課長、最近一戸建て買われたそうですね。うん、今までよりだいぶ遠くなったけど、実は両親を田舎から引き取ったんだよ。ああ、そうなんですか。うちの両親は田舎の人間だから、マンションじゃかわいそうだしね。確かにそうですね。小川君のところはご両親は？うちの両親は大阪に住んでいるんです。あ、そう。でもいつかは一緒に住まなきゃならないだろ？そうですね。でもなかなか難しいですね、東京の住宅事情のことを考えると。でもご両親は一緒に住みたいんじゃない？いや、狭いとお互いいろいろ気を使わなくちゃならないですからね。両親も今は別々に住む方が気が楽だって言っていますし。まあ元気なうちはいいけどね。へえ。だんだん足腰も弱ってくるからね。ええ、そうですけど、うちは共働きですからなかなか難しいんですよ。ああ、そうか。あ、そろそろ事務所に戻ろう。はい。
小川さん残業？うん、片付けなくちゃいけない仕事が溜まっててね。大変だね。佐々木さん、実は僕今度転勤、それが田舎な。へえ、そう。でもいいよ、田舎は。水もおいしいし、空気もきれいだし。でもやっぱり僕は都会の方がいいな。そう？でも田舎の方が見やすい。だけど子供の教育のこともあるしね。でも田舎の方が子供の健康のためにはいいよ。確かにそうかもしれないけど、受験のことを考えるとやっぱり都会の方が有利だと思うんだよね。まあそれはそうかもしれないけど、僕なんか田舎生まれだからやっぱり田舎の方が好きだな。そうだね。きっと子供にとってもいいと思うよ。そうだね。悪いけど、そこの空き缶取ってくれる？いいですよ。今日はゴミを出す日なんですか？ええ、燃えないゴミを出す日なのよ。空き缶とか瓶の蓋とかの金属ね。そうですか。ゴミはどういうふうに分けるんですか？そうね、ところによって違うようだけど、この町ではまず燃えるゴミと燃えないゴミとに分けるの。それから燃えないゴミも金属類とかガラス類とかに分けて、それぞれ決められた日に出すのよ。ゴミの種類によって出す日が違うっていうわけですね。ええ、そうなの。あ、そういえば駅前の団地の中を通っていたら、タンスとか自転車とかいろいろ出ていました。ああ、粗大ゴミを出す日だったのね。まだ使えるのにもったいないですね。本当にそうね。私の子供の頃はそんなことなかったのに。あ、まあさん、ついでにこの空き缶玄関のところまで持って行ってくれない？え、いいですよ。田村さん、どこへ行くんですか？そんなに缶ビール持って。スーパーよ。え？これ、空っぽなの。スーパーにアルミ缶収集機っていうのがあってね、それにアルミ缶を入れるとお金が出てくるの。2個が1円の割合でね。へえ、面白そうですね。僕もちょっと見てみようかな。ほら、ここよ。アルミの空き缶はこちら。なるほど。あ、牛乳パックも再利用されてトイレットペーパーに生まれ変わるんですね。ええ、そう。それからこのペットボトルからは化学繊維ができるの。そしていろいろな衣類を作るのに使われるのよ。それは素晴らしいですね。このままだとゴミですからね。これからはできるだけリサイクルしないとゴミだらけになっちゃうからね。そうですね。